ませ。東京モーターショー2019マツダブースのテーマはマツダ機械コンセプト。すべてのお客様に走る喜びと環境安全性能を提供してまいります。私たちマツダは2015年までにグローバルで燃費を 30% 向上という目標を掲げました。そのためにマツダは車の基本となるエンジン性能や軽量化などのベース技術を徹底的に追求してまいります。その上で次世代環境技術を段階的に導入していくことにより目標達成を確実なものとします。こちらは私たちマツダの現在から将来につながる環境テクノロジーのロードマップです。まずはトゥデイ、すでに実現している今日の技術をご紹介します。47%、この数字一体何だと思われますか？実は都会の市街地で車に乗っている時間の 47% は停車しているということなんです。そこで開発をしたのが、車が停止すると自動的にエンジンが止まって無駄なガソリンを使わないアイストップ、約 10% の燃費向上につながる環境テクノロジー。マツダの次世代環境技術のファーストステップとして、すでにアクセラとビアンテに搭載されています。その中心を担うのがエンジン、そしてオートマチックトランスミッションなどの次世代パワートレイン。開発コンセプトはマツダスカイコンセプト。未来へ続く青空と走る喜びをお客様に提供したいというマツダの思いと、そのために限界にとらわれない自由な発想で究極の効率を追求するエンジニアの高い志をスカイという言葉に込めました。このコンセプトで開発された画期的な次世代エンジンをご紹介しましょう。まずはマツダスカイジン。2011年国内導入予定の次世代ガソリンエンジン。出力性能の向上と同時に燃費を約15%も改善。アクセラクラスの車に搭載すると、なんと1クラス下のデミオナルの燃費となります。そして低速高速領域のトルクも向上。アテンザクラスに搭載をすると、なんと2クラス下デミオ並みの燃費となります。次に次世代エンジンマツダスカイドライブ。マニュアルトランスミッション並みのロスの少ない高い伝達効率を達成し、電気性能の大幅な改善と、さらに AT とは思えないダイレクトなフィーリングを実現。スカイジン、スカイジンと組み合わせて日本に導入します。そしてただいまご紹介した全ての新技術を搭載したのがシティコミューターコンセプト。ヒオラ、マツダスカイジン、マツダスカイドライアイストップ、そして減速時のエネルギーを改善するシステム、さらにデミオから 100kg の軽量化を行いました。なんと燃費はリッター 32kg、 超低燃費で
のパワーアップや進化した AD を通じてズームズームで走りを実現します。そして最後にフューチャー、将来の技術です。私たちマツダはすでに石油に代わる新エネルギーへの取り組みを実施しています。それが今年3月から国内でリース販売を開始しているこちらのプレマシーハイドロジェン RE ハイブリッド。水素ロータリーエンジンを使って発電した電気でモーター走行を行うシリーズハイブリッドを開発。その他バイオプラスチックなど将来の脱石油時代に備えた技術が満載です。私たちマツダは将来にわたり環境に優しく、そして全ての皆様に走る喜びを提供してまいります。これからのマツダにどうぞご期待ください。なお今回皆様の後方にはマツダスカイコンセプトのもと開発された画期的な次世代エンジンを2つ展示しております。残り時間もわずかとなりましたが、どうぞ皆様最後までマツダブースをごゆっくりとご覧ください。ありがとうございました。